え皆さん、こんにちは。神戸大学から参りました松下正和と申します。本日はよろしくお願いいたします。この度は画像保存セミナーにお招きいただきまして、ありがとうございます。本日は資料ネットによる水損写真資料の保全応急処置、思い出をレスキューするためにというテーマでお話の方をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。えそれでは画面の方を パワーポイントの方の画面を共有したいと思います。基本的には、あの用紙に書いてある。通りでございますけれども。おお、初めにということで。え、実は、私事なんですけれども、千九百九十五年の阪神淡路大震災に。 ちょうど大学の寮に住んでいた頃に会いましてそれ以降ですね被害に遭った古文書類そういったものをレスキューするという活動に携わることになるわけなんですけれども私たちはちょうど大学院生でしたので実際にはですねこの事務局 ボランティア団体の事務局をです、ね、立ち上げたのは、まあ、私たちよりも一回りぐらい上の世代のメンバーではあるんですけれどもこの阪神・八大震災を契機としまして、えー、歴史のネットワークというボランティアが設立されたわけであります現在は神戸大学の文学部の中に事務局がございますけれども当時ですねこの阪神・八大震災という災害に直面する中で特に歴史文化 に携わる方々人文学研究者を含めてですけれどもそういった研究者たちは何を成し得るのかという点で皆さん非常に悩まれたというふうに話を聞いておりますそういった中で日本史関係者教員大学院生あるいは自治体の文化財担当職員ですとか地域史研究団体のメンバー の皆さんが協力する中で、被害に遭った家屋から古文書やミング類などの歴史資料を保全するという活動がスタートしております。私自身も震災から1ヶ月後たった頃でしょうか、えー三宮、神戸市の三宮というところにあります月間センターというミニコミ市のです、ね、レスキュー活動に参加したのが一番初めのレスキュー体験でありますけれども。 まあそういった中でですね、えー、まあ非常に多くの歴史資料が残されているということは分かったんですが、まあ、一方でやはりかなりの数も廃棄されていた。で当たり前の話なんですけどもこういう地域の歴史を明らかにするためにはこういう地域に残された歴史資料というものが非常に重要である。 まあ、そういったことにもかかわらずです、ね、やはり、えー、なかなか保全できないものもあったという、まあ、そういうような経験をしたわけです。で、その後、こういう地震や風水害のです、ね、被災地を訪問して、私たちの経験を伝える、あるいはその被災地での歴史料保全活動の支援ということをやるようになりました。 まあ毎年のようにです、ね、風水害、あるいは大規模地震などが発生しておりますけれども、各県単位で,です、ね、私たちと同じような飼料ネット組織というものがたくさん出ておりますし、あと被害に遭う前にです、ね、組織化された予防ネットというふうに呼んでおりますけれども、そういうような団体を合わせますと、2020年段階で25団体以上の飼料ネット組織が設立されております。 このような形で被害に遭った歴史を救うという取り組みは全国に広がっているというところでございます。でまあ、こういう資料ネットの活動につきましては、ニュースレターがですね、左側がありますけれども、えー、神戸大学の付属図書館 震災文庫上で公開されております。ちょっとあの古いもの、2012年ぐらいまでのものしかありませんので、まあ、もし最新号をです、ね、ご覧になりたい方は、ぜひ入会いただければありがたいなというふうに思っておりますけれども、まあ、その他にもです、ね、奥村宏代表が執筆した大震災と歴史資料保存という 著書ですとか、あるいは全国各地のですね白ネットの活動が紹介されております、歴史・文化を大災害から守るという本もですねぜひご覧いただければと思います。本日はですね、えー、このボランティア団体であります、歴史・白ネットワーク、まあ、以下白ネットと省略させていただきますが、この白ネットがですね、えー、それぞれの被災地の文化財担当職員、あるいは地域史研究団体、住民の皆さんとともに行ってきました写真プリント。 アルバム、ネガフィルムなど、写真資料の保全応急処置法とともにですね、課題について紹介していきたいと思います。じゃあ、1番目ですけれども、資料ネットのレスキュー対象ということで、私たちが主にレスキューの対象としているものについて話をしたいと思います。基本的には、資料ネットがレスキューしているものは、民間所在の未指定文化財ということで、えー 右側にマトリックスつけておりますけれども、えー、公的施設に保管されている場合は指定、未指定にかかわらず施設管理者が保護の対策を講じてくれるんですけれども、えー、特に あと指定文化財ですね、それにつきましては公的施設、民間問わず文化財保護法による対象になるわけですが、民間にあり、なおかつ未指定の文化財である場合は、えー、実際のところ所蔵者による自力救済ということが原則になるわけであります。まあ、ですから、私たちはそういった民間所在の未指定文化財に対する支援というものを中心に行っております。具体的には左上に書いてあります、金銭以来の古文書類。 個人の記録、手紙日記、新聞写真、絵画、スマ屏風、自治会など、団体の記録、農具などの民具類、こういったものをレスキューしてまいりました。まあ、ここで重要なのは、ですね、まあ、私たちがレスキューしている対象なんですけれども、いわゆる文化財に指定されているような著名なものだけを相手にしているわけではございません。でそういったものが歴史料、著名なものだけが歴史料というわけではないということを。 これが大事なわけなんです。つまり、昔の人の暮らしぶり、あるいは地域、家、個人の歴史を知る手がかりになるようなものはすべて、まあ、私たちのを歴史料とみなしてですね、レスキュー対象にしております。以上挙げたような例というのは、まあ、必ずしもです、ね、珍しいものではないかもしれません。あるいは日本のですね、えー、有名な歴史、人物、そういったものと直結する、まあ、そういったものではないのかもしれません。 しかしながらですね、例えば自治会文書を例と言いますと、ある地区の文書、自治会文書というのは、まあ確かに何の変哲もない、どこにでもあるようなものかもしれません。しかしながら、その地区のことは、その地区に残された文書によってしかあ明らかにされないという意味では、そこにしかない貴重なものであると。まあ、つまり、このようにどこにでもあるけれども、そこにしかないものというのは、そこに住んでいらっしゃる人々が長年記録し、残し続けてきたもの。 であるとでそれはあその人々の生きてきた証、えー、つまり存在証明なんだという風に言えるかと思いますこういったようなものは単にまあ、地域にですねあるというだけではなくて、えー、人々の働きかけによってなっていくものだという意味で私たちはそういった歴史料地域の歴史料群を 地域的資産と呼んでおります。まあ、この点についてはまた後ほどお話ししたいと思います。でこの地域的資産という考え方なんですけれども、えー、実は全国各地のです、ね、資料保全と活用の現場をです、ねえー、いろいろ拝見する中で,です、ね、資、え、料、ー、ネットのメンバーはです、ね、まあ、これは神戸のメンバーだけではなくてです、ね、全国の皆さん 共通の思いであるかと思うんですが、こういう地域に残された資料をですね遺産を心の復興、精神的な復興の拠りどころとして、拠、えー、りどころになるんだというふうに唱えてきたわけなんですね。えー、なので、まあ、単に日本史の研究者だから日本史の資料が欲しいという、そういうようなものではなくてですね、やはりその被災者の精神的な復興にもやはり、ある意味、重要な意味を持つと。 そう,いう意味なそういう意味を持った活動として私たちがこの間ずっとやってきたつもりではあるんですけれどもそういったようなことがです、ね、私たちの日本史研究者のみならず、ね、今全国各地で被災地の各地で被害に遭ったものをです、ね、小文字に限らずレスキューするという活動が全国展開しているわけでありますが。まああの そこに左側にです、ね、地域歴史遺産の可能性という本を例示しておりますけれども、まあ、そこにです、ねえー、大野美代さん、あるいは大國正美さんなんかも書いておられますように、そういったようなです、ね、考え方があ社会的土壌が生成されつつある、あるいはこういう資料を保管したいの機能を強化するという中で,です、ねえー、文書を守りながら利用するというアーカイブの思想そのものが地域社会に普及しつつあるんじゃないか。 そういうよういよなことが言われております先ほどの話ともかぶりますけれどもこういう地域に残された歴史遺産といいますのは、まあ、単にそこにあるということだけではなくてですね白、えー、ネットの代表奥村あ代表も申し述べておりますがあー残されたものをめぐる人と人との関係、えー、歴史の素材としての性格だけではなくてですね その歴史資料をめぐる人との関係そういったようなものを人とのつながりをその地域資料の中に含むそれによって地域歴史遺産となるんだという話をされております。 つまり、歴史料というのは、まあ、ある意味、どこにでも転がっているようなものかもしれませんが、あその人との関わりを軸にですね捉え直すことによって、逆にその地域歴史審査になっていくようなものなんだ、まあ、そういうような考え方で私たちは活動をしているわけであります。 結局、こういうような地域社会の記録とともに、ですねやはりその家の記録も含めて、個人の記録も含めて保全をするというような動き、まあ、こういったような動きがですね、まあ、やはり、あの 東日本大震災以後かなりクローズアップされてきたと思うんですけれども、まあ、特に最終日直後ですね、あの私、個人的な話になりますが、かなり新聞記者さんの方からですね、こういうお家にあるようなものが被害に遭った場合の対処法について尋ねられるということが非常に機会として増えました。あ例えば、アルバム日記以外ですね、そういったものが、彼期の中から見つかった。 で、えー、水に濡れ泥にまみれているどう残せばいいのかという問い合わせが非常に多かったわけであります。まあですので、えー、私たちはですね。 えー、特に、えーまあ、基本的にはまあ感想ということで、えー、やり方をお伝えしたわけですけれどもおやはりこういう思い出を残そうという活動自体はですね別に私たちだけではもちろんなくてですねその新聞にもありますように2004年の新潟あ7月の三条豪雨ですとか中越地震なんかの被災地で、えー、ボランティア活動された方の言葉も引用されてますように、まあ、いろんなところで展開してきた活動ではあるわけですけれども。 私たちもです、ねえー、同じような形で、まあ、古文書、まあ、基本的には古文書類が多いわけですけれども、そのうちに残っている思い出の品も含めて、レスキューするというようなことについては、あ特に2009年以、ね、開活動をです、ね、展開したということがございました。 でまあ、これは私自身個人的なまあ反省ということもあるんですけれども、まあ、どちらかというとです、ね、阪神・淡路大震災直後はまあ村やお家の歴史を示す古文書、そういったものをレスキューする。まあ、それは歴史文化化した被災地復興の際に必要なあその地の歴史的由来、地理的状況を把握するための意味合いがあったものですから、まあ、当然といえば当然なんですけれども、まあ、だんだんですね、この活動を進めていくにあたりまして、そういう個人のお家のものを、 村のものというよりかは、その個人のものも含めてというところが非常に強調されるような活動になってきたのではないかなというふうに一歩で感じております。特に2011年の東日本大震災ですとか、紀伊半島大水害ですね、この時の写真です。Q こういうようなところを私自身が経験する中で、オーソン写真の戦場ボランティア活動にですねたくさんの市民の方々が参画されたり、あるいはこういう産地ボランティアの中に、ですねいわゆるそういうがれき撤去だけではなく、泥かきだけではなく、こういう思い出レスキューも含めて位置づいていたというのは、非常にですねやはり大きな転換点の一つではあったのではないかなというふうに思うんですね。 えー、どちらかというと、あの私たちはあのこういう水で抜けた資料を2004年からもちろん対話したんですけれども、えー、古文書の応急処置というものが中心で、あまりそれ以外のです、ね、資料については、対応が必ずしも十分ではありませんでした。 で博物館資料的なものだけではなくて、ですねそういうご家庭にあるようなものが被害に遭った場合のマニュアル作りの必要性も感じにです、ね、まあ、左側にあるような動産文化財救出マニュアルみたいな本の、えー、編集にも若干携わらせていただきましたけれども、まあ、そういった場合も、ですねやはり私自身はどちらかというと、あくまでも物と言いましょうか、素材としての扱い、例えば材質が紙なのか金属なのか。 木材なのかとかですね。まあ、そういったような素材としての扱い、えー、応急処置法を中心に考えがちであったという。まあ、個人的な反省があるわけです。まあ、しかしよく,よく考えていますと、それらのものにはですね。人々の思い出愛着が詰まっている。だからこそ、それらを救うということが単にですね。物を救うということだけではなくて、人々の失われた心です。とか、日常性を取り戻すということに繋がるんだということを改めて。 思い返たわけでありますでこの点につきましてはですね左側に載せておりますあの阪神八大震災像の形成と需要ということで私たちの白ネットのです、ね、後輩のメンバー板垣隆さん河内敦さんなんかが中心となって、えー、震災像の 震災資料のです、ね、可能性ということで、えー、本を作りましたけれども、まあ、特にです、ね、そういう震災資料と割と似てると思うんですけれどもこういうようなあ人々ものに詰まった思い出ですとか愛着、まあ、そういったものをです、ね、救うという,うそういうことが結局人々の喪失感から日常性を取り戻すということにつながるだからこそ精神的な不幸にもなるんだと。 そういうようううなことがです、ね、改めて思いい返されたわけでありますそういう意味ではこの写真レスキュー、思い出レスキューというのは非常にです、ね、個人の精神的な復興の問題と密接に関係するという意味でもやはり重要なわけで重要な位置を占めているかと思います。 でこれ、震災資料の保全なので、ちょっと写真とは直接関係ないかもしれませんけれども、まあ、ただですね、やはりあの非常に考え方が似ているなというふうに思うところがあるんですね。 と言いますのはこの震災資料というのは、この震災が発生して以降の記録であります。まあ、例えば、阪神・淡路大震災ですと、1995年1月17日午前5時46分以降にできた資料ということになりますが、まあ、そういう震災の資料、こういったものをですねやはりみんなで残していこうという動きが、阪神・淡路大震災の直後からですね非常にあったということがまあ特筆されることだと思うんですけれども。 えー、右側に実際にです、ねえー、被害震災資料のです、ね、一例を挙げておりますが、物資料、紙資料、写真、映像音声等々いろんなあ震災の記録があるわけですけれども、まあ、例えばそこに5時46分で止まった時計が一例で挙げておりますけれども、えーまあ、この時計自体はそれほど珍しいものではないかもしれない、まあ、しかし、この時計にそれぞれのエピソードが詰まっている物語があるわけなんですね。 そういったものとともに残す。えー、そういう意味でまあいろんなメタデータとともに残すということがやはり大事になってきます。えー、そういう意味では、ワイドコールですね、写真資料を残すという,ようなこととまあ似てくるのかな、似ているところもあるのかなというふうに思うんですね。えー この、えー、結局、震災がです、ねえー、発生して人々がどういうような動きをしたのか対応したのか何を感じていたのか、まあ、そういうようなあ皆さんがです、ねえー、その震災に対応したような過程を示す。 そういったこれがですね、えー、実は今18万点もの資料が人と防災未来センターというところに寄贈されておりますけれども、まあ、あの私たちの先輩が集めたものも含めてですけれどもね、まあ、こういったような、まあ、ある意味自分皆さん被災者の方がそれぞれ持ってはったものなんですが、まあ、自分たちのものといえば自分らのものなんですけれどもそれをみんなのものにしていきたい。 えー、自分のものだけれども自分だけのものではないというです、ね、体験を共有化し公共財として震災資料になっていったわけなんですけれども、まあ、そういった意味で、えー、被害に遭ったです、ねえー、皆さん、まあ、そういったような思いをです、ね、やはりこのものとともに残すということの大,大切さというものがこの震災資料の保全の活動の中から明らかにされております。 まあこういったことも含めてですね、私たちのこういう写真レスキューということが非常にですね、震災資料とともに非常に重要な位置を占めておるわけなんですね。うん、用紙の方にも書かせていただきましたけれども。 特にこの被害に遭った特に水槽資料というのは無料ゴミ出しの日を磨けてですねどんどん捨てられるということが多いわけです。まあ、一般のボ,ロボランティア、ドルかきボランティアの方はですね特に家の中からそういう泥がついたものをですねどんどん外に出すというようなですねことが行われるわけなんですけれどもやはりあの基本的にはです、ね、このように捨てられてしまうものが多くなってしまいます。 えーまあ、最近はです、ね、そういうことはないかもしれませんけど、まあ、当初です、ね、私たちが2004年から2009年にかけて行ったときにはです、ね、やはりそういうことが多かった。で2009年の採用調整以外のときにです、ね、訪れた際に、まあ、私たちがどんどんです、ねえー、一般の泥かきボランティアとは逆に拾ってくるものですから、えー、そううい捨てるボランティアばかりかと思っていたけれども拾うボランティアもあるんですねということで声をかけていただいた。 その時にまあ私たちがまあ改めて気づくわけですけれども、なるほどと、まあ、そういう疲労ボランティアというです、ねえー、言い方もあるんだなというふうに思いましたけれども、やはりそういうです、ねえー、家族、おうち、大切なです、ねえー、家族やお家を失ったり、被害に遭った時に、少しでもです、ね、家族にゆかりのものが残るということで、えー、せめてものを救いになるというようなことは、あー声も実際聞きましたし、あるかと思うんですね。 まあそういう意味でこういう思い出レスキューというものが私たちが行ってきた紙白を中心とする保全活動の中でもとりわけそういう個人の精神的な復興と関連するという意味で重要な位置にあります。で2番目ではですね具体的にこの白ネットの写真レスキューについての話をしたいと思います。 私たちは実は、まあ、先ほど申し上げておりますように、古文書を中心ということもありますし、しかも私がです、ね、関与したり SQ 活動に限定しての話ですので、全部を網羅しているわけではありませんが、若干お話ができればなと思います。 用紙にも書きましたように、私たちがです、ね、レスキューを始めた頃っというのは、現在のようなです、ねえーまあ、マニュアルもあまりなかったわけなんですね。文化財防災ウイルはございましたが、えー、そこに挙げているようなマニュアル類は、やはり東日本大震災以降、アップされたものが多いというふうに思います、まあ。もちろん私の勉強不足ということもあるかもしれませんが。 え基本的にはです、ね、あまりそういう写真をですね、お損写真を応急処置するということについて特化したマニュアルというのは非常に少なかったんではないかなと思うんですね。まあ、当時、こういうようなです、ね、本があったらどんだけ良かっただろうというふうに思うわけです。両親、えー、も書きましたけれども、私たちが最初、水濡れ資料のです、ね、対応し始めたのがこの2004年の台風23号という台風でした。 旧日高町、現在の兵庫県の豊岡市ですけれども、おまあ、いろんなところもありましたが、あ写真ではそのお豊岡市の休暇であります。今からの鉄砲水、生活排水の内水氾濫によって、多くの古文書、和本、屏風、ふすまなどがレスキューしました。まあ、その中で、ですね左側の写真にありますように、まあ、おそらく現像済みの8ミリフィルムがあ入ってたと思うんですけれども、 えーまあ、私たちは残念ながらです、ね、その当時、処置方法が分からずです、ね、農、ま、村、あ、小文書も大量にあったということで、えー、やむなく放置して帰ってきたということがあります。えー、なので、非常にこれ、今思えば無念なわけであります。 実はの被災自治体ボラン戦ア宛てにです、ね、当時このようなファックスを私たちは送ってたんですね。で、まあ、その中にはっきり写真があったら連絡してくれと呼びかけて,てたにもかかわらずですね、えー、レスキューできなかったということであります。まあ、実際の被害現場ではですね、被災資料のすべてをレスキューすることはやっぱりなかなかできません。まあ、私たちは技術的な、まあ、限界ということもありますし、まあ 人手時間、資金、保管場所、所持作業場所などのですね。どんだけ確保できているかということにもよりますので、どうしても見捨てざるを得ない資料もありました。まあ、そういう意味では、2004年は2階の思い出になっているわけです。まあ、このあたりの話はですね。この手間味噌ですが、水槽資料を救うという本で紹介していますので、よろしかったらご覧ください。 でその後です、ね、2005年の9月、台風14号というのが発生して、宮崎県にお邪魔して巡回調査をしたんですけれども、まあ、その時にですね、まあ、いわゆる増えるアルバム、ポケットアルバムを発見したわけであります。 で台紙、粘着台紙に貼られた写真というのは、ですね、えー、どうしてもですねこの台紙と保護フィルムの間からですね汚水が侵入してしまうということで、写真がカビが生えてしまっている、もう画像もですねかなり溶け出しているという状況でした。ですので、えー、右下にですねこのピンクの線が引いてあると思うんですけれども、まあ、そういうようなところですね隙間、カッターナイフでフィルムを切ってですね、 ホグフィルムと台紙の間に溜まっていた泥水を吸水したりして、一応救置をしたんですけれども、まあ、当時はですね、まあ、ちょっとそのままで帰ってしまいましたが、あその後ですね、宮崎白ネットワークのメンバー、九州保健福祉大学の山内さんを中心にですね、アルバムの真空凍結鑑賞。 乾燥の処置、あるいはその写真のですねデジタル修復というようなこともやられておりますので、また詳しくはですね参考文献の方をご覧いただければと思います。で、その後2009年になりまして、また兵庫県のですね西陽町というところで水害が発生するんですけれども、まあ、そこで私たちが実際にですね写真、水槽写真対応ですね大量に行った最初の事例となりました。 で特にル、えー、アルバムのパターンがですね、えー、多く、えー、何十冊とあったわけですけれどもその時のです、ね、やり方としましてはあ、まあ、まずあのアルバム自体をきれいにするということで、えー、左側の写真ですけれども、えー、固く絞った雑巾で空吹、えー、き。いい 水拭きとか空拭きをするということで泥を取るんですねでその後、まあエタノール丸2ですけれどもエタノールを染み込ませたキッチンペーパーでアルバムを消毒していったということになりますなかなか作業場所も確保されずですねこれ被災者のお宅でやったわけですけれども、えー、非常に大変な作業でありましたで、まあ、私たちはですね、えっと まあ、ここの現場であの水が使えないということでしたので、えー、基本的にはです、ね、もうこういうあの水を使わないクリーニングに終始しましてでこの保護フィルムのです、ねえー、保護フィルムの上の汚れをきれいにできるだけ取って、えー、デジタルカメラに。 で撮影マイラスキャンナーで複製を取るというような形で DVD にあえて初動者の方にお返しするというようなパターンをいたしました。 でまた、水が使えるようになった段階で,です、ね、洗えるものが出てきましたので、洗うというふうなこともしました。まあ、これはあのアルバムに貼らずにです、ね、束のまま保管していたものが、あこうくっついた状態にたくさん出てきたものであります。ただ、左下にもありますように、やはりその水に浸かる時間が長いとです、ね、一番左下の写真のようにです、ね、もうほとんど乳剤が溶け出して、えー、画像がです、ね、もう見えなくなってしまう。 で展開するとですね、えー、あの真ん中に荒いおけの写真があると思うんですけれども、えー、画像がですね、えー、そのくっついてた、えー、方に画像が映ってしまうというようなパターンも出てきました。うんまあ、そういうような形で、えー、なかなかですね、えー、写真プリントがむき出しになっているような状態でオ水に使ったものはですね、まあ、かなり被害の程度が。 大きかったたななというようよ印象がありました一応です、ね、あの水で水洗いをしたわけですけれどもお、まあ、あの汚れを落とすためにはです、ねまあ、ちょっと、ね、ぬるま湯程度がいいんですけれども今度はあまり温度が高いと画像も溶け出してしまうということで、まあ、なかなかその温度調整が難しかったところであります。で最終的にはです、ねえーまあまり無理に洗わずに、えー、基本的に乾燥を重視したというような活動になりました。 2011年の東日本大震災ですけれども、まあ、これも宮城ネットの皆さんへの支援ということで、まあ、特にポケットアルバムの処置をさせていただきましたけれども、えー、まあこれにつきましてもです、ね、もうポケットアルバム自体はもう解体して、えー、しまうということになります。まあ、ただ、どのようなものに入っていたのかという現状記録ですね、えー、は行いましたし、えー、ページの順番ですね、そういったものももちろん記録した上での解体であります。 で左下のようにお、ま、損、あ、写真を洗浄して、えー、真ん中のように、えー、平置きで乾かしたということになります。で他にはです、ね、ちょっと写真を撮る余裕もなかったんですけれども、ある被災現場でネガフィルムの対応もいたしましたが、えー、この時は水洗いをしてしまったんですけれども、非常に粘ばつきが出ましたで、乾燥もしにくい状況になりましてで、その後の他も非常に困難でありました。 で最終的には、まあ、あのクッキングシートをです、ね、挟んで、えー、保管してもらったと思うんですけれども、えー、結局あの水洗いすることで,です、ね、余計にキが出た、まあ、今から思うとです、ねまあ、乾燥に終始すればよかったのかなというふうに思うんですけれども、まあ、こういういわゆる単なる水損ではなくてです、ねえー、津波に浸かるあるいは汚水に浸かる、まあ、そういったものをですね えー、そのまま乾燥して放置するのがいいのか、それともやっぱり洗って、えー、洗ったほうがいいのかというのはです、ね、まあ、なかなか悩ましい問題でした。で2014年にです、ね、8月豪雨という広島市の朝、ね、南地区というところが土砂被害がありましたけれども、えー、そこで,です、ね、フルアルバムやポケットアルバムが大量に持ち込まれました。 でこれはです、ね、あの被災者宅でやったのではなくて、広島県立文書館のほうがです、ねえー、受け入れ先になっていただきました。でこちらではです、ね、まあ、できるだけ、えーこのですね、画像の白落に注意しながら、フィルムを剥がして写真をフェルアルバムから取り出すというパターンです。でこちらもです、ね、ちょっと水場がなかったということで、えー、基本的には乾燥を優先して、エタノールでの消毒は利面のみで行ったというようなことでありました。 その後です、ね、地元の高校生の子たち、まあ、これ、実はあの、えー、アルバムを持ってきてくださったのがその地元の高校の先生だったんですけれども、えー、まあそこの高校の生徒さんたちがです、ね、新井のボランティア作業をしてくれたということで、まあ、こういう若い子たちがです、ねあのえー、ボランティア活動に参加してくれたというのは非常に大きなことではあったんではないかなというふうに思います。 その後、広島県出雲書館の方では、写真のです、ね、対処法、オーソン写真、アルバムの対処法のマニュアルを作成し、ホームページでアップしております。こういうような、あー折るとですね、ちょうど三つ折りになるようなパターンの,、えー、あのマニュアルをアップしておりますので、また皆様ご覧ください。 で6番目はです、ね、福知山、これは、ね、2014年8月同じ豪雨なんですけれども、ここでも活動してまいりましたが、あ他の資料が多くて、ですね、まあ、正直、写真はちょっと2の次、3の次の扱いになってしまったんですけれども、えー、まあ幸いなことにです、ね、あの廃校になった小学校の体育館がありましたので、非常にあの作業スペースは、ああ乾燥場所がです、ね、恵まれたこともありまして、えー、こういうような形で平置きで乾燥することができました。 で一番最近の次元では2018年の,の西日本豪雨ですけれども、私自身、ですね岐阜県の関市というところで支援活動に行ってまいりました。まあ、あの通常、西日本豪雨と言いますと、あの広島、愛媛ですとか岡山の方をイメージされる方が多いと思うんですけど、え実はあのこういう岐阜県の方でも被害があったということで、でこちらはですね、あのいわゆる白根 の団体はないかったんですけれども岐阜県の博物館協会の方々がですね、関市の皆さんと一緒になって、えー、岐阜大学とも連携しながら支援を行ったということをやっておられました。で私もですね、あのえー、見学にお手伝いに行かせていただいたということであります。作業内容としましては、お損写真の全体撮影、個別ページのナンバリング、ページのスキャン、解体、写真の状態に合わせてクリーニング。 感想そして最後取りまとめて主導者にお返しするということで大体いい10件ぐらいのお宅のアルバムを処置しておられました。 でまあ、あの皆さんはです、ね、あのフェルアルバムの保護シートをです、ねまあ、無理に剥がさずにです、ね、画像が壊れ,る壊れそうな場合はです、ね、保護シートをかぶせたまま、えー、乾燥しておられましたね。うんえー、で、あと、そういう私自身がやった中でこのモノクロ写真がちょっと難しくてです、ね、やはりこの表面同士がくっついた。 ものをですね無理に剥がそうとすると、えー、粉々にですね表面が剥落してしまうというようなものも多かったですまあ、そんなことでなかなか白黒写真のですね対応は難しいなというふうに思いましたまたこのあたりについてもですね会員の皆さんからいろいろご教授をいただければなと思います 関市の皆さんのですねやり方で非常に私が感銘を受けましたのは、あこの左側にあります、この被災者支援の制度ガイドブックっていうですね被災者の支援メニューの一覧をパンフにしたものがあるんですけども、その中に、ですねなんとこの写真アルバムの洗浄もやりますというようなことをですね歌ってくれたんですね。これがすごいなというふうに思ったんですけれども、えー、こういう被災者支援のメニューの中に、 いうですねえー、写真の洗浄の項目を入れてくださったというのは非常にこれ大きくてですね、えー、まあ今後のモデル形成にです、ね、なりうるものではないかなというふうに考えております。 でまあまあ、簡単なまとめなんですけども、え写真レスキューを私たちがです、ね、やってきたときにです、ね、まあ、いつも悩ましいのがです、ね、その何を優先するのかということになります。でまあ、正直なところ、フィルアルバムの携帯、元のあれはポケットアルバムの形ですね、まあ、そういったものをです、ね、なかなかきれいな形に復元するっていうのは非常に難しいことでした。 特にあの結婚記念ですとか誕生記念のアルバムがですねこの表面がつるつるなものだけではなくて、ね割とこう布製であったり、非常にこう凝ったデザインのものがあるんですけれども、そういうものだとですね非常にクリーニングが困難になります。まあ、ですので、のその現物をですね残すかどうかについての処分は、いつも所蔵者の方にはお任せしております。まあ、私たちでは、なかなかですね何とも言えないところであります。まあ、少なくとも次のですね写真プリントはできるだけ残すようにしたいというふうな 思いでやってきましたもちろんこれ、ネガがあればそれほど頑張ってやる必要はないかもしれませんけれども、基本的にはネガがないという前提で対応しております。で、可能な限りもちろん画像を残すということが大前提ですけれども、一方でですね、これ、ご家庭で保管するものですから、衛生的にですね、やはりこの大丈夫だというところはやっぱクリアしなければいけない。そうなるとですね、やっぱりある程度の洗浄が必要になるので、この辺りのラインが難しいかなというところが一つですね。であともう一つ、あの、 要望であったのがあの、もう流れてもいいんだと、むしろそういうあの、えー、中途半端にです、ね、こう画像が残っている方が、なんかもう災害の記憶が磨いって嫌だっていうような方もおっしゃってです、ねえー、とにかくきれいにしてくれというような話もありました。まあ、ですので、やはりこのあたりはあの、初動者の方のです、ね、ご意向を確認しながら、しっかりとです、ね、話し合いをしながら、やはり作業を進めていくことが大事だなというふうに思いました。 でまあ、正直なところも、この写真プリントもですね、もう基本的に良くなることはもうないわけですね。どんどん悪くなっていくということですから、まあ、やはり被災地、被災後ですね、直ちにデジタル化して情報を残す必要があります。まあ、ですので、これに注力いたしました。まあ、あともう一つ大事なのが、この写真に付随する情報ですよね。えー、特にこのポケットアルバムに、目次のところに書いてあるメモですとか、あるいはアルバムの外観だったり、ページの順番、写真の貼り方。 そして写真とともに貼り込まれているあの紙のメモなんかをですね、写真と一緒に台紙に貼り付けて貼る方もいらっしゃいますし、あとまあそういうあの記念のですねチケット類なんかも一緒に貼ってある方もいてます。ま私自身もそういうことをやったことがありますけれども、そういうものも含めてどう残すかっていうのがやっぱ大事になります。 特に、えー、フルアルバムなんかのような台紙粘着台紙ですとですね、非常にあのこうそういった面も紙類を剥がすのがとっても難しくてですね、まあ、ですのであの台紙を合いハぎのようにしてですね、半分に割ってで、えー、もうその台紙ごとメモを残すというようなパターンもやってきました。 あとはまあその写真、利面のメモをです、ね、撮影日とか撮影地が抱えていることもありますので、利面をエタノール消毒する際にはですね、注意が必要になるかと思いました。まあ、以上、ですね、簡単ですけれども、私たちが写真でスキをする際に気をつけた点を簡単にまとめてみました。で最後ですけれども、この8歳児、実際災害が起きたときの対応、どのように体制づくりをしていけばいいのか、そして日常時の備えはどうすればいいのかという点について。 最後、簡単にまとめてみたいと思います。まあ、これは何も写真資料に限ったことではないんですけれども、一般論として、えー、被災に、えー、合わないためのです、ねえー、方策を、まあ、特にこれ、ちょっと行政の皆さん中心の話になっちゃうんですけれども、えー、特に冷凍庫の確保をお願いしますということはいつも言っておりますし、あとこういう大きい処置ができる人材の要請だったり、その資料の相談先ですね、受け入れ相談先。 応急処置用の周知をお願いしたいあとはあその日頃からです、ね、どこにどういうものがあるのかというのを把握してほしいということをいつもお願いしておりますしあと地域防災計画 BCP に、ね、文化財などということでこのなどを入れることによって指定物件以外も含むという意味合いですけれども、えー、そういったような保存項目をぜひ作ってほしいということをお願いしております市が新潟石川姫路市にそういうなどの記載があ,ありました またこういう相互支援とか後期支援の枠組みをどう作るかということですけれども、まあ、これ、兵庫県の話なんですが、私たち神戸大学のメンバーが、兵庫県教育委員会の皆さんとですね、県内の市町の皆さんとともにですね、一緒に防災の研修会を毎年やるようにしております。まあ、あと、憲法協の方がですね、えー、他館の支援を災害時にできるようにですね、 派遣依頼を出してもらえるようなまあ、そういうような災害支援をしておりますまあ、これによっていわゆるボランティアで助けに行くということだけではなくてですね、この業務として資料保全、えー、隣の市町の館を助けに行ける まあそんなことができるように、一応形の上でなっているということです。まあ、その他、か、期連携の体制、そこに書いてあるようなものがありますけれども、まあ、昨年の10月に文化財防災センターもできましたし、こういうです、ねえー、後期支援の枠組みは各地で展開しているかと思いますので、改めてこれのご確認をいただければと思います。あととは、まあ、改正文化財保護法との関係で、えー 対抗ですとか、市町の市町村のです、ね、地域計画がどうなるのか、これもです、ね、皆様のそれぞれの各自治体の方で、いろいろご確認、ご検討いただければなというふうに思います。 まあそういう意味では、こういう文化災・防災ネットワークにですね、多様な団体が所属しておりますけれども、まあ、こちらのですね、学会の皆様も、学会もですね、こういうのに入っていただくと、より、ね、いざというときのですね、ネットワークづくりになるのではないかなというふうに感じました。あと、最後ですけれども、あの、 用紙では3点で書いてるんですが、よくよく読めばまあ2点でいいかなということで、1点目がですね、あの情報発信、ボランティアへの支援ということをぜひお願いしたいということを書いております。特にあの、やはり被害に遭ったとき、どうしたらいいのかというのが分からないというのが一番被災者の方にとって大きなことだと思うんですね。まあ、ですので、できるだけその被害に遭ったときにはこうしたらいいですよという情報をいかにい周知できるのかというのが ポイントになるのかと思いました、えー、2点目が この私たちがやっていることですけれども、このワークショップの開催ということで、こういう被災資料の取り扱いをです、ね、学ぶ機会がなかなかないと、大学の方でもですね、まあ、そういう修復系とかそういうのがある分野は別ですけれども、あるいは博物館学とかですね、あるバスあるかと思うんですけれども、まあ、通常はないわけですよね。まあ、ですので、こういうような被災資料の取り扱いを学ぶ機会、特に住民さんですとか、あるいはその文化財担当職員の皆さん にどういうふうにですね、こういう機会を作っていくのかっていうのが大事ではないかなと思うんですね。資料ネットではもう、割と2004年以降ですね、河野美桜さんですとか、吉原大志さんなんかがですね、水根和紙製の資料の給水乾燥ワークショップですとか、 フィルム類の応急処置ワークショップなんかを企画をずっとされてましたけれども私もですねそれに習ってこういうのをモットーにしていますいつでもどこにでも誰にでも。 安くて、早くて、簡単にというふうに元にしているんですけれども、つまりあの私たちが相手にしているような民主で文化財というのは、なかなかコストをかけることができないということで、百均とかホームセンターで簡単に手に入るようなものでレスキューできる、そういったものを目指しております。そういう応急処置方法を目指しております。で、まあ、確かに修復はできないんですけれども、最初のですね応急処置法はやっぱりみんなしてほしいという、そういう思いですね。 えーまあ、資料の救命誌という例えをしておりますけれども、その輪を広げる活動をやっているところであります。特にこの写真フィルム類につきましては、もうやはり私たち日本史の研究者が多いといますので、えー、やはりあの素人なところもあります、えー。ぜひですね、皆さんからのご教授をいただければありがたいというふうに思います。 でもう本当にこれで終わりますが、えー、最後、皆さんに再度お願いしたいことですけれども、この写真資料のやっぱ防災の呼びかけが大事なのかな、普段の日常的な保管もですね、カビ、ハリ付きをいかに防止するか、あるいはこの まあ最近はフィルアルバムを貼る人いないかもしれませんけれども、まあ、昔私自身もそうでしたが1ページにですね欲張って5枚も6枚も貼るんですねそうするとあの保護フィルムと台紙の間がスカスカになりますのでそこからあの汚水が侵入してくる。 でカビが入るとということになりますだからあのゆったり貼るということですよね、やっぱそういうことも含めてやっぱり大事なんではないかなと思いますし、まあ、あとプリントネガりを願うようですねできるだけデジタル化して、もう複製を残す、あるいは、まあ、そもそも被害に遭わない場所で残すということも含めて、防災の呼びかけがいると思いますし、被害に遭ったときにです、ねえー、繰り返しですが、やはり皆様にですねぜひ相談窓口や応急処置法のですね周知をお願いしたいなとい ということであります、まあ、あといろんなですね個人団体含め催事、えー、にはでさまざまなボランティア団体が活動すると思われます。特に写真の扱いについてですねそういうボランティアを行う人にですね皆さんの方からあぜひご支援いただければありがたいなというふうに思います。 でまあ、この間ですね、まあ、コロナで、えー、私自身ですね、なかなかエタノールが入らないですとか、マスク、あるいはラテックスのゴム手袋が入らないとか、あ手に入らないということがたくさんありました。まあ、そういったようなコロナの中で、どういうような治療保全活動をすればいいのかっていうのは、改めてちょっと考えていくべき課題ではあるんですけれども、今回はちょっとあまり展開できませんでした。また、この点につきましてはですね、えー、皆様と一緒に模索できればなと思っております。ということで、えー、少しちょっと長話し 長くなりました。けれども、以上で私の話を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。